さんこんにちは、夢蔵です。今回はサマータイム連打第4話について語っていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。このチャンネルでは普段アニメの感想考察、たまにゲーム配信もしております、夢蔵チャンネルもう少しで2000人突破するので、ぜひぜひチャンネル登録してから見ていただけるととても嬉しいです。はい、ということで今回は第4話の考察の方をしていきたいと思います。いや、今回もね、重要な話というか、この基本影が話すことってかなり重要な話ばっかりなので、すごい考察がまたね、しがいがあって楽しかったですね。ということでね、早速、今回で10点あの考察できるところがあったので10点、紹介していきたいと思います。まずね、1つ目、潮の影ですね。これがまずね、すごい重要なキャラクターというか重要なポジションにありまして、まあ、この今回出てきた潮の影が、まあ、自分は影だと思ってるんですよ。まず影だと仮定してこの考察を作ってます。で、この潮の影なんですけども、多分もう一人影がいます。潮の影がもう一人すでにいます、っていうのも、もともと潮の影っていうのは最初に会ってるわけですよ。3日前とかに、潮が亡くなる3日目に影と出会ってる。その時の影とこの時の今の潮の影って全然違うじゃないですか。まるで別人なんですよね、そもそも祭りにいた潮の影を見つけて新平は走って海辺まで行ったわけですよ。なのにその後に花火を見て祭り行きたいって言って祭りにまた戻ってるんだよね。だからこの時、これがもうすでにおかしくて、もともともう最初にいた潮の影が祭り会場にいて、こうふらーっと出てきて海岸まで移動して、でその後にもう一人の潮が現れたんじゃないかな。だからこのタイミングでもう一人の潮がその本当の一人目の影によって作られて、でだからそのすくみず姿のままでもう何も覚えてなくてここに突っ立ってた。もしもっとね、初めからこの影がいたとしたら、この性格だし潮の性格何も記憶もないそのままだから、もう多分すくみず姿で徘徊してるんだよね、平気で。だからみんなのことも会いに行くし目立つし、もう出会ってるはずなんだよね。なのに会ってない。だとしたらここでこのタイミングで作られたんだとしたら、全てのね、辻褄が合うかなって思いました。で、2つ目、この昼子の御事って言われるものの説明が入ったんですけども、この海から流れ着いたものに神様が宿りますよって、それをお焚き上げしてその神様を、返しますよっていう話があったんですけども、このね、昼子の御事っていうのがもう影のことを話してるんじゃないかなって思えてしょうがないんですね。こういう説明って大体まあそういうのにつながってくるんですけど、まあ絶対影とね、関わりがあるんですよね。しかも影ってなんか出てくるとき、この黒くてドロドロしてウニウニしてみたいなのがふわーって出てくるじゃないですか、本体が。あれがね、なんかね、どうもね、海の中のなんだろう、変な生物というか、そういうものに見えるんだよね、海から来たものって言われたらそういうものに見えてくるじゃん、しかもそのミオちゃんの影が祭りでこのたこ焼き屋のたこを切ってるところを見てたんですけども、あれって一瞬包丁を見てるのかなって、包丁見てこの誰か殺そうとしてる武器を見つけてるっていう風に連想させてるのかな、連想してるのかなって思ったんだけど、まあ、そうじゃなくて本当はタコの方を見てたんじゃないかなって。なんかタコ、海にずっといたからタコの存在もしてて、あれタコだなみたいな感じでタコを見てたんじゃないかな。なんかね、すごい違和感あったんだよね、あのシーンで。3つ目、新平の影なんですけども、新平の影のセリフなんですけど、これもね、なんていうか気になるのありまして、まずね、なんで言うこと聞けんの、お前まさか声が聞こえないって潮の影に語ってたシーンがあったんですけども、まあ、こっからね、まあ、分かる通りやっぱり影っていうのは誰かの命令で動いていたんですね。誰かから指示されて、それがなんか頭から直接声が聞こえるのかな、なんかテレパシー的な感じで頭の中もう脳に直接語りかけてる的なね感じで、多分命令が来てて、その命令通りに全て指示で動いている。まあ大まかな多分命令があるんだろうね、逐一報告、なんか命令が下されてるわけじゃなくて、なんか大筋の命令みたいなのがあって、あとはここで自由にやってくれっていう感じだと思うんだけど、じゃあこれ誰が命令してんのって話になるんですが、まあ自分はね、てっきりあの人間、まあ、ずっと人間が、多分人間が絡んでると、人間が誰かがやってんじゃないかなって思ったんですけど、今回の話でちょっと気になるワードというか出てきまして、このお母さんもそう言うてたやろって牛、あの新平の影がミオの影に語ってたシーンがあって、このセリフから想像すると、もしかしたらお母さん的なやつが、この影のお母さん的なやつがね、みんなに語りかけて
命令してるんじゃないかなって。っていうのも、このもし昼子の御事、さっきの話なんですけど、海から影が来てそれが島に流れ着いてたものとしたら、そのお母さんっていうのはもっとその母なる海的な、海の中に存在しているこのものなんじゃないかな。やっぱ生命の誕生としてね、海ってすごい、あの生命がね、いろいろいるし、このまだ深海でね発見されてない生物とかもとすごいいるわけじゃないですか。で、海に囲まれてる島じゃないですか。ってなるとね、そのお母さん的なすごいなんかでかいなんかね生物がいて、それが、影に命令してこの島を乗っ取ろうとしてるみたいな感じなのかな。4つ目もね、新兵の影なんですけども、この後ろの影に向かって最初から入れ替わる気なかったなっていうセリフを言ってたんですね。まあ、こっから考察するに、やっぱりその3日前から見てた後ろの影、後ろが死ぬ前から出てきた後ろの影がいて、すでにそいつが本当の後ろと元から入れ替わる気がなかった、なぜかわかんないけどね、なぜかその命令に背いて反応して言うことを聞かずにやっていて、でそのことをね、この今の後ろの影は全く知らなかった、知ってる様子がなかったので、ってことはやっぱりもう一人目二人目の後ろの影なのかなって思いましたね。ここでさらにで5つ目、これも新兵の影のセリフなんですけども、牛を捕まえてね、もう遅い時間やって言ってたんですけど、これやっぱりもうこのすごい人がたくさんいるわけじゃないですか、境内のところに。それの人がいっぱいいる中でのこう大胆な行動、なんでこんなことできたのかっていうと、やっぱこの場のほとんどの人がもうほとんど影だったんだろうね。まあ、残りほんの少しの本当の人間だけいて、まあ、残り一気に殺すよみたいな、まあ、なんならミオちゃんだけがもう本体ぐらいの勢いだったんじゃないかな。でこの祭りのお焚き上げとかもしてたから、多分このお焚き上げが終わった時点で儀式もほぼ完了してて、計画も大詰めになってるんじゃないかな。だからこのループがこの死ななきゃ大丈夫だと思ってたんですけど、多分ループにも制限時間みたいのがあるんだろうね。この祭りが多分あの全員島のやつが殺されてしまうタイムリミットだから、22日からこの祭りの期間までの、まあ、24かな25かな、ちょっと曖昧だけど、そこまでが一応タイムリミットとしてあるんじゃないかな。で6つ目、こっからはね、次はね、ミオちゃんの影のね行動とかセリフについての考察に入っていきたいんですけど、まずミオちゃんの影ね、めちゃくちゃ強いんだよね。この力もそうなんだけど、まあ、やっぱ影って力あるんだろうね。その力もそうなんだけど、新兵が捕まれた時に早くて見えなかったって、いつの間にか来てたんだよね。このことから、この影っていうのはやっぱり前回の話だよね、小早川しおりちゃんかの影がトイレの方に向かってその消えたシーンがあった、小窓から出ていったみたいな。このことから考えるに、もう影はもう高速移動もそうだし、多分形も変えられるんだろうね。やっぱり形も変えて見えなくしてこうふっと現れるみたいな、そういうことができるんじゃないかな。で次にミオちゃんのねセリフなんですけど、お前動画に私のこと撮ったらしいな、ありえへんやろって新編に言ってたんですけども、まあ、こっから考察するに、やっぱそうちゃんのこと殺してるんじゃないかな。そうちゃんは多分もう影だと思うんだよ。というのも、この撮ったこと、動画に撮ったことってミオちゃん、新平、そうちゃんしか知らないはずなんだよね。まあミオちゃんまだ死んでないし、新平もねまだ死んでなかった、この時はスキャンされてなかったってことは、知ってるのそうだけなんだよね。そのそうが殺されて情報抜き取られたから、この動画に撮ったらしいなってセリフが出てたと思うんですよ。まあ、もしかしたらそうちゃんがね他の人は言いふらしてるかもしれないんだけど、まあそういうキャラにも見えないし、どっちかっていうとそうが殺されてる方がまあ合点がいくのかなって。で8つ目、これもねまたミオの影のセリフなんですけども、教えたんかあの裏切り者がって言ってたセリフがあったんですけども、まあこれ多分後ろの一人目の影のこと言ってるんじゃないかな。この一人目の後ろの影が何かこの計画を止めようとしてるのかな、なぜか知らないけど計画を止めようとしてる。で母のその誰、まあ、母か分かんないけど誰かからの命令を無視して、もう島の人を、好きな人を助けようとしてる、なぜか分かんないけどね。だからあの後ろの影のことを裏切り者って言ってるんじゃないでしょうか。9つ目、このお姉さんなんですけども、お姉さんが銃を持って出てきたんですが、この銃が多分1話に出てきたおじいちゃんの銃じゃないかな。1話に出てきたのは眼帯してた、なんか意味深なことを教えてくれたおじいちゃんいたんですけども、そいつの銃をまあもらっ
ったのか、おじいちゃんが死んじゃってその影からパクったのか分かんないんですけども、まあ、多分おじいちゃんのものだったんでしょうね。ほんとこの寿司喋りながら出てくるっていうね、気違いっぷりがね良かったですよね。あと僕っ子っていうのもなかなか、実は僕っ子だったっていうのもね、なかなか点数高いですよね。キャラ詰めすぎやろメガネでスーツででかくて僕っ子ってね、もうキャラ満載のモリモリっていうねで10個目で、そんなお姉さんにこのミオちゃんの影が撃たれたんですけども、頭ぶっ飛ばされてたんですよね。でノイズが出てきて倒れてたんですけども、あ、影ってまず殺せるんだなってここで分かったんですよね。影ってできり不死身だとか再生能力持ってたりするのかなって思ったんだけど、全然そんなことなくて、まあ、全然人の武器で倒せたんですよね。まあ、頭が弱点だったのかもしれないんですけども、まあ、やっぱここから思うに、あの葬式に来てた牛尾の死体ってまあやっぱ影じゃなかったのかなって、ただし牛尾本人だとは限らないってところなんですよ。もしかしたらその牛尾に偽装された別人だった可能性もやっぱりまだ拭いきれない、やっぱ最初の牛尾の言ってた私のこと見つけてねっていうのがやっぱり引っかかるので、まあ、本体は海の底に沈んでるんじゃないでしょうか。はい、ということで以上サマータイムレンタ第4話の考察でございました。いかがだったでしょうか。よかったら皆さんのね考察もぜひぜひコメントに書いてくれるととても嬉しいです。夢蔵チャンネル、サマータイムレンタ毎週動画更新しておりますので、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。